塩釜市では最後まで建設が続いていた災害公営住宅が完成し、住民に鍵が引き渡されました。北浜地区災害公営住宅には入居を心待ちにしていた住民らおよそ九十人が集まりました。完成したのは五階建ての集合住宅三十一個分で、津波の浸水区域にあることから一階が物置や駐輪場になっています。 塩釜では離島を含め9つの地区に合わせて390個の災害公営住宅の整備を進めてきましたが、今日で全ての引き渡しが完了しました。ついの住みかということで、えー、ここで、えー、これからの人生を送るということになるとね、えー、まあ慣れるまでは少し時間がかかると思うんですけれどもね、えー、そのうちにも。 すっかりか我が家というう感じになるでしょう <laughs> 県内では先月までに計画のおよそ8割に当たる1万3000戸余りの災害公営住宅が完成した一方、未だ2万人余りが仮設での生活を続けています。